はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっと久々に外の撮影がなくてお休みだったんで出かけようとしたんですけど、まあまあなかなかえぐい量の雨が降っております。なので最近ちょっと撮れてなかったので急遽お家で撮影をしようかと思いまして、 Uber Eats を注文させていただきました。で、何注文しようかね、いろいろ迷ったんですけど、やっぱりね、最近の流行りというか、まあもちろん僕も好きな韓国料理を頼みたいなと思いまして、大量にね購入させていただきました。まず1品目がドンと、はい、こちらがジャージャー麺でございますね。こちらのジャージャー麺に合わせて注文させていただきましたのが、はい、とヤンニョムチキン。まあね、今回はヤンニョムチキンとジャージャー麺のセットで注文したんですけど、やっぱりこれ現物見えないのって怖いね。頼みすぎました、完全に。ビールを合わせて最高の休日を楽しみたいと思います。で、一旦ね、広げたいと思うんですけれども、以前ね、ジャージャー麺をやった時に、混ぜてから出してほしいと。混ぜる最中の映像は、ちょっとね、苦手ですっていうコメントが多かったので、今回はこちらのジャージャー麺とヤンニョムチキンをすべてセットした後まで、一回時間飛ばしたいと思います。はい、ということで、例えばね、すべて準備が整いました。いや、これ並べたらめちゃめちゃあった。ちょっと今回はね、全部出し切れなかったんですけど、まだ出来たてが一番美味しいので、早速ね、これも熱々のうちにいただきます。今回はこの韓国チキンもヤンニョムの方がちょっと少なめで、このね、オリジナルが多いんですよ。というのも、味変用に何種類かソースいただいたんで、これも途中で味変しつつ楽しんでいきたいと思います。久々の韓国系なんで、こちら使わせていただきます。よいし。そしたらまずはこれ主食ね、ジャージャー麺からいっちゃいましょう。今回5食注文したんですけど、量とんでもない。ちょっとこぼれちゃうんで、レンゲ使わせていただいて、いただきます。あ、うまい。この甘辛い感じ、やっぱジャージャー麺ってうまいな。うん、このジャージャー麺、韓国だとデリバリーとかで頼むのがメジャーらしいんですけど、このジャージャー麺に合わせるのがタンスークっていう、まあね、韓国の酢豚みたいな料理があるんですけど、今回はね、ちょっと注文したお店にそのタンスークはなかったので、代わりにね、このヤンニョムチキンとか韓国チキンをね、頼んだんですけど、いつかね、そのメジャーな組み合わせもちょっと食べてみたいなと思ってるんですよ。うん、うん、いや、うわ、うん。で、これなんですけど、よくね、韓国の方が YouTube で食べてる時に付け合わせでね、食べてるなんかお漬物みたいな、大根のお漬物があるんですけど、これもね、めちゃめちゃみんなうまそうに食うのよ。うん、あ、酸味があってさっぱりする、合うわ。そしたらこれいっちゃおうかな。チキン1個のチキンがね、まぁ、ちょっとこんな感じ。これ本当に目の前にはとんでもない量があって、ちょっとね、映像越しだとあんま伝わんないのが本当に悔しい。ちょ、これいただきます。うん、うまっ。やっぱりこの韓国チキンのこのザクザク感、これがね、たまんないですね。うん、うまっ。うん、うまっ。またこのオリジナルチキンが結構ね、シンプルな味わいなんで、これね、甘辛なジャージャー麺にしっかり合います。うん、うまっ。これは食いすぎるな。うん、そしたら続いてこちら、ヤンニョムチキンですね。このピリ辛な、甘辛な、そんな感じのね、赤い真っ赤なソースがかかっております。うわ、うまっ。この味付けはちょっとお米が欲しい。うん、うまっ。どっちも捨てがたいな。うん、食
組み合わせがものすごくいい。うん、僕もよくね、ASMR、しかも咀嚼音系の動画が結構好きで、夜とかね、見ながら寝たりするんですよ。で、どの方もこのジャージャー麺とか韓国チキンって何回も動画に出してるんですけど、新しい動画のサムネを見るとね、やっぱついついね、見ちゃうんですよ。それだけね、食感とかがものすごく良くて、これぜひね、皆さんも韓国チキン味わってほしい。うん。うん。じゃあ一旦ね、ここから皆さん一瞬だけちょっと BGM を切って ASMR 風に食べてみたいと思います。これって ASMR だと麺吸っていいの？吸っちゃダメ？まあいっか。ということで、まあね、さすがに ASMR 風はちょっと苦手な方もいるんで、この動画でこの辺りで。うん。そしたらいい感じに減ってきましたんで、今日もね、この子行かせていただきます。それでは皆さん、乾杯と。うめえ。うん。さすが炭水化物と揚げ物。もうお腹溜まってきたよ。正直に言うと、この韓国チキンに関しては、想像のね、倍以上多かった。画面越しに見るとめちゃめちゃ食べてるのに減ってないもんね。ちょっとね、気分を変えまして味変用に注文させていただきました。こちらのハニーマスタードいっちゃいましょう。うわこれうまそう。いただきます。うまっ。ここに来ていい味変だわ、これ。マスタードのね、爽やかな酸味。これがね、もうこの揚げ物に対して、ちょっとね、さっぱりさせてくれるんで、すごく食べやすくなる。ただ、まあね、ハニーの方のこってり感はあるんでね、重さに関しては、減ったか増えたかは微妙なところ。でもやっぱりこの韓国チキンは、時間経ってきてもこのザクザク感が残ってるのがいいですね。うん。すごい。うん。よっ。うん。やっぱりこうやって久々に家で撮影してると普段の外の撮影と違って満腹度の上昇がね早すぎる。めちゃめちゃ急。
やっぱね、もう家ではね、全く大声しないんで、家の環境下ってだけで頭がね、すぐ満腹中枢を出してくるんですよね。結構ね、もう今満足度、満腹度で言ったら足越え、うん、ちょっとこのジャージャー麺だけを完食しないとやばいね。韓国チキンとビール最高に合うわ。ちょっとね、このまんまだともう一種類のソース紹介せずにお腹いっぱいになりそうなんで、先に紹介しましょう。こちらがね、塩レモンソースでございます。これはね、さすがにさっぱりするでしょ。いや、うん、レモン感はほんのりでめちゃめちゃオイリー、むしろ重いかもしれない。うん、オイリー重たさが増した。うん、とりあえずジャージャーだけでも先行していっちゃいますか。うん、あ、きつ。やっぱり最近はどんどん年をね、重ねるたびに食べれる量が少しずつ減ってる気がするんだよな。うん、気がするっていうか減ってるな。もうここまで減ると中食いですね。取っとけるもん注文してよかった。ちょっとこっちもさ、今食べないとダメなやつだったら、やばかったね。ジャージャー麺はこれで終わりですね。いや、食べた。ということで、今ね、ジャージャー麺が食べ終わりまして、韓国チキンの方も結構食べたんですけど、何せね、この板の厚みもすごいから、ちょっとね、画面越しで見ると、そんなに食べてないように見えるんですけど、結構食べまして、もうね、お腹パンパンでございます。ちょっと見えるかな？今日のお腹具合、こんな感じでございます。パンパン。まあ、揚げ物はね、保存できますので、本日はこの辺りで、ごちそうさまでした。ということで、本日はね、流行りの韓国料理大量に揃えたんですけど、もちろんね、めちゃめちゃ美味しかったんですけど、やっぱりね、韓国料理は、一品一品の重さがすごいね。もう、ドスって胃に来る。まあ、韓国チキンの方はね、まだまだ見た通り大量に残っておりますので、これはね、夜にゆっくりと食べ進めたいと思います。正直ね、ここら辺の韓国料理に関しては、もうだいぶ前に流行ったものなんで、食べたことがある人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあね、久々に食べたいなと、この動画を見てね、思ったら、ぜひ皆さんもこの韓国料理試してみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。もうね、お腹いっぱいでございます。はい、ごちそうさまでした。